ユキちゃん、あの、さ、その、先輩、あの、くらいな、二人とも。まあ、真面目なあなたたちのことだから、キリュウ君のことを考えるなって言ったところで無駄なのは分かってるけどね。そうだよ、二人とも元気出して出して。でもね、ここで考え込んでいてもことが解決するわけでもないわ。今からそう落ち込んでちゃ、いざ何かが起きた時に判断が鈍ってしまうだけでいいことなんてないわよ。それに事件のことなら聖者君は調査中なんだから、彼に任せておくしかないでしょ。それは、その、どうしたの、ユキちゃん。いえ、その、ごめんなさい、何でもないんです。いけない、もうそんな時間。涼しの先輩、本戦に参加するのね。はい、いろいろ考えたんですけど、ここで棄権したらかえってあいつに悪いかなって思ったんです。それにあいつを追い込んだ責任も取らなきゃいけない。今あいつのためにできるのはこれしかないし。普段の私だったら我慢できずに買っちゃうんだろうけどね。今はそんな気にはなれないよね。私ね、好きな人がいたんだ。前世での話よ。でも打ち明けられなかったんだ。結局その頃の私って今と全然性格が反対だったの。内気で弱気でさ、友達も少なかったんだ。そんな自分が嫌いだったんだね。だから自殺なんかしちゃったんだ。友達が欲しいって思ったから。転生するとき今みたいな性格になっちゃったみたいなんだけど、だけど結局本当は。それわかります。いえ、もしかすると違うのかもしれない。けど、私がもしちゃんと本当のことを話していれば、話すことができていれば、だから私もう逃げたくない。もう弱い子でいたくないんです。Thank you.
兄ちゃん。本当に来るかしら、キリー先輩は。先輩、この気配ってやっぱり霧生の？あれはザップの霧生先輩。どうなっちゃってるの？お兄ちゃん、どうするの？キリュウ、あんた何をやって。
涼しな先輩。あいつが気流が読んで助けなきゃ、私があいつを助けなきゃ。涼しな先輩、